ベティトゥーンズ、ベティチューンズは、フェルナンドが遺憾原作である、メロオペラ、ベティに基づいた2002年制作のコロンビアのアニメーションシリーズ、ネットワーク RCN で放映された、コロンビアのアニメです。アニメは、ベティ愛と裏切りの秘書室に基づいており、このシリーズは、ベティと子供の頃の彼女の友人に関するものです。シリーズは、ラテンアメリカ、アメリカ、ブルガリアで放映されました。 元のシリーズと同様に、それはベテが非常に人気のない女の子であることについてであり、愛称が付けられます。1999年に2001年までこのテレのベラが大ヒットした後、ルクンテレビジョンによるアニメシリーズの制作のアイデアが浮上シリーズはオンエアで1年間続いた。音声はエルナンザ・ジェックとマリーベル・エケベリアが担当。音楽監督は、 ファンチョプリドによるもので、ロジスティックスはポーラアレナスが担当。漫画版では誰もが同じ学校に通う子供時代の主人公の時代を再現し、ビアトリス・ピンソン、またはベティ、アルマンド・メンドーサ、ラペリテ・ニダ、マルチ・ラ・バレンシア、ヘッド・ストーカー・グティエレスらがスタッフ。コロンビアのアニメシリーズがカートゥーン・ネットワークのサブスクリプションテレビチャンネルに販売されるのは これが初めてのこと、ありがとうございます。